は特別に、私のハンドメイドのキーボード紹介しますね。このハンドメイドって言ってもこのもの自体は最初は真っ白なキーボードだったんですが、エアブラシでね、こうメタリックな感じに仕上げたんですね。で、余計なキーのには何も文字がついてないんです。それでね、ここのところには、携帯電話を分解して、中の基板をですね、裏側から貼り付けたっていう。で、これは、これとこれは、パソコンのマザーボードについてたチップを貼り付けたりもする。これ全然ダミーで意味はないんですよ。ですね。で、ここの赤いボタンがあるでしょ。で、これが K の位置に当たるんですね。アルファベットの K。で、私のホームポジションは皆さんと違って、この K がホームポジションなので、このとても重要なんですね。マウスコンピューターっていう会社のキーボードなんですが、純正モードはとても優れたキーボードですね。ストロークもいい感じだし、耐久性もあるし、とてもシンプルですね。はい。と言いつつもですね、本当に使ってるのは、このシグマっていうブランドの、アルミ製でできた、キーボードなんですが、これは、皆さん、今絶版で手に入りませんが、最高だと思いますね。世界一かな。で、最悪なのはこのマイクロソフトのこの訳のわかんないキーボードね。こんなものは冗談じゃないですね。